つの大嘘です。沖縄の予算、他の県と比べて全然多くありません。そして今サイクロンに使われている公共工事があります。予算の中では投資的経費と言います。投資的経費とは道路を作ったり港を作ったり橋を作ったりで建物を作ったりです。この比率もその額も他の県と比べたら全く変わりません。全国的に見て一人当たりの投資的経費21番目ですよ。デニーさん、これがどこに特別な展示ブロックですけど、この面止めても大丈夫なんですか？それは全く運転してません。いや、まあまあ、でもね、知事さんですよね。展示ブロックの上にこう止めてても OK ですか？まず今注意するべきじゃないですか？その力には慣れなかったということではないですか？ありがとうございます。もしそれが効果があるとすれば、沖縄はもっと豊か。はい、私たちは直してください、うん、そして玉城デニー知事を支えながら、はい、沖縄の明るい時代をこの沖縄の人です。みんなで作っていこうではありませんか？あ、それどこでもいいじゃないですか。皆さん力を合わせて頑張っていきましょう、うん、やりましょう、やりましょう、うん、頑張っていきましょう。ぜひありがとうございます。ありがとうございました。取らんでしょうな。あんた取るか。忠告をしていただいたので、はい、ありがとうございます。この大統領は多くの皆さんがお出になっております。伊藤さん、あと伊藤さんか、はい、伊藤さんか、なんですか、それがどうしたんですか？伊藤さんですか、はい、伊藤さんね。なんでこれ書かれてるからさ、え、書かれてるからさ、伊藤どうしてなんすか、事務所から行かされたの、はい、どの事務所から行かされたの。何言ってるんですか？だからあんた本当の人か？え？本当の人か？だから何？いや、本当の人から聞いてるのよ。だからなんだよ。だから聞いてるんだけど。え？何？伊藤さんだな。はいはい。だから何？何ですか？何でもねえ。何ですか？何でもねえんだよ。伊藤さんが聞いてるんだけど。え、なんで名前お前名乗らなあかんねん。ほら。だからこっち書いてるから。うっせえな、ほんま。何？肩抜けて思うからふっ、ああそういう態度なんだね。何かお前は別に邪魔して都合悪いやろ。都合悪いのお前やろ。やからだね、やから。